上がっってきてもらっていいですか。一言だけ、朱莉、友香、決勝で会いましょう。自分に負けるな、限界を超えろ、ごっつぁい、魂込めてロックオン。2勝目することができました。星取り表を見ているとまだまだ余裕のない状況なのは変わりませんが、今日後楽園ホールに来てくれたお客さんと約束したので、しっかり気持ちを引き締めて、ここからも勝って優勝して、ここ後楽園ホールに帰っていきたいと思います。もうちょっとだけ喋らせてもらっていいですか。ルアカ、何度やられても立ち上がる、諦めない、しがみついてでも立ち上がる、そんな未来を今日堪能していただけたんじゃないでしょうか。そしてトーラナツコ、自分の中でトーラナツコは JRA の競馬予想屋さんっていう印象しかなかったんですけど、全然違った。すごい面白かったよ。シンデレラの未来は、競馬はまだちょっとわからないけど、トーラナツコの JRA の競馬予想、ちょっとだけ興味が湧いたよ。魂込めて信用してみようかな。 BMI2000、何もないみたいな言ってたけど、今日ちゃんと私たちの怖さが分かったんじゃないかなと思います。そしてこのフューチャーのベルト、同じ大江戸隊のリナに狙われてますけど、日付いつになるか分かんないけど、リナもしっかり打ちのめしてやります。以上です。赤いベルトを持つチャンピオンに私は挑戦したいと思います。 12.29 両国で夢の王者が決する、宇宙一きらめくスターダム。スターダムシンデレラオーディション2022開催決定。プロレスラーになりたいと思っている皆さん、スターダムのリングは自分を輝かせることのできるリングなので、皆さんぜひ一緒に戦いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。